はい、ネクストサバイバルでございます。今日はですね一個、ちょっとトレーニンググッズを見直すっていうところを今やってまして、これゴールドジムの、パワーグリップを、まあ、僕が普段使ってるんですよね。これでこれ、まあ、どうやって使うかっていうと、まあ、ちょっと一個ご紹介するとこういう感じで右手に入れてここの手首でギュッて締めるっていう。でこれをこういう風にも使えるし、こうやって棒を巻くのにも使えるっていうグリップで、これあのラバーでできてるんですけど、これがねちょっと持ち歩くのにかさばるんですよ。こういう風にこう持ち歩いてあげなきゃいけなかったりするのと、これなんか最近ちょっと持ってると重たいなとかって思って、実際この何グラムになるのかっていうのを測ってみたんですよね。でこれちょっとこう上に乗せると189グラム持ち歩いてるっていうことで、まあ、確かにこれ重たいなと思ってちょっと今アップデートしようかなと思ったのがちょっと今一個あったところですね。そうでこれどういう風にこうアップデートしようかなと思った時に、確かにこのパワーグリップって今までこれ4個目ぐらいか3個目ぐらいか分かんないですけども、20年ぐらい前からあってもうずっと僕がこれを使ってて、確かにすごい使いやすいですよ。うん、ぶら下がる時もそうだし、押したり持ち上げたり、まあ、引っ張る系のもうすごい使いやすくて、まあ、確かにこれはいいはいいんですけど、たまにこうなんだいろんなところを移動するのにダッフルパック1個で持ち歩いてると、これ180、200g、189g ぐらいなんで、まあまあ重たいのと、こう重たいのよりもですね、こう入れにくくてかさばるんですよね。これがこういう感じで、もう本当にこういう風に持ち歩かないといけなくて、真っ平らにすると、まあ、ちょっともうカメラのフレーム出ちゃうぐらいの感じですけど、まあ、それってこういう風にこうする感じなのかな。そういつもこういう感じでバッグに入れてるんですけど、まあ、厚さもね結構分厚いというところで持ち歩きにくくて、まあ、何にしようかなっていろいろ物色しててですね、これ買ってみました。もうちょっと取り外しちゃいましたけど、リストストラップですね。うん、リストストラップ、これ間違ってんな、これリフティングストラップなのにリストストラップって書いてあるまあいいわこれ手首に使うものとこう巻きつけるものの2つですね。で、まあ、これ実際に重さを測ってみました。手首のこのサポーターが 53g で、こっちが 58g で、実際はそう 111g と、これ2つ持ち歩いても 111g っていうことで、まあ、70g ぐらいかな、軽量化 70g、 80g 以上、まあ、大体 100g ぐらい軽量化できたですよね。でこれとこれで、まあ、これどうやって使うかっていうと、この輪っか他にこう通すと、こういう風に通して、これどっち向きだろう、こっちかな、そうかな、こういう手首にこう本当に引っ張るだけで、これをこうくるくるくるって丸めて使うみたいな感じなんですよ。でそうね、まあ、確かにそのここの部分がラバーじゃないので、まあラバー良くも悪くも硬いので、あんまりこう柔軟には対応できないですけど、これはただの紐なんで、まあどういう風に持ち歩いても持ってもいい感じなんですよね。で手首もまあまあそれなりに固定されるっていうところで、今ちょっと最近これ使い始めて、今度またジムで使ってる映像とかまたお見せしようかなと思うんですけど、リストストラップ、まあ、今日はもう開封動画的に重さを測りましたって、軽量化はおよそ 80g、85g ほど行くことができましたっていうのをちょっとご紹介できたらなっていう感じで。で、このリストストラップも、これリストストラップを手首に巻きつけて使うものなんですけど、これこうやって、こういう風にギュッて巻くと、まあ、手首のサポーターにもなるっていうところで、最近バッグがね、重たくなってきてるので、もうこういうサポーターとかあった方が僕はなんか安心で、普段もね、あれですね、あれ、これ反対だな。普段もこう、バッグを持ち歩くのに手首のサポーター使ってるような感じですね。
でこういう感じでも使うと、まあ、両方でできるという感じですね。で今これ、まあ、両方うまくどういう感じになるのかちょっとうまく使いこなせるかなとかと思いながら今やってますけど、多分、まあ、手首のサポーター自体は、まあ、あんまり最近は使わないかなっていう、むしろなんかバッグを持ち歩くのにこういう手首のサポーターがあった方がこうならないで楽ですね。というところで、まあ、これは最近ちょっと持ち歩いてはいないんですけど、まあ、これだけですね、これだけを持ち歩いてる、この紐だけを持ち歩いてる感じで、この紐がだから1個、ちょっと待ってくださいね。ほんとね、これだけで持ち歩けると、すごい軽くできていいなって思いますね。よいしょ。よいしょ。59グラムですね。60グラムぐらいで、58グラムとかなんで、まあ、だいぶ軽いと。で、これだけで、まあ、とりあえずジムのトレーニングは、まあ、簡易的なものだったらできるっていうところですね。むしろなんか、こういう簡単な道具でトレーニングできるような癖、訓練みたいな方ができる方が、やっぱりいいなって思っているので、まあ、これでちょっとやっていきたいなって今思ってるところですね。まあ、たまにこれは使いますけど、でももうこれほんと重たいしね、持ち歩きも大変なんで、まあまあ困りますよねっていうところで、はい、ご紹介させていただき、189g で、これが50何 g なんで、よいしょ。58グラムでしょ ?189 だから130グラムぐらい軽量化できてるの。130グラム大きいっすよね。ほんと、iPhone1 個分みたいな感じなんで、まあ、他にも持ち歩きたいものがあると、まあ、それで代用できるっていうところですね。何よりもほんとこれちっちゃいのが良くて、これ、そう、これこのままこうどっかにこう入れてもいいし、角っこにこうパッて入れてもいいし、これはもうほんと、これでしか持ち歩けないですからね。なかなかかさばるというところですね。これだとポケットにも入るんですよ。これはね、ポケットに入らないんで基本的にはずっとつけっぱなしみたいな感じですね。まあつけっぱなしでもいいんですけど、移動とかあるときはですね、まああんまり良くないかなって気がして。で、ジムとか行くのにもうこれポケットに入れていくだけっていう、最近はそういうスタイルですね。で、これはなんかたまにこう使うみたいな感じで今考えてます。というところで、トレーニンググッズをアップデートしてみましたっていうところですね。また使い勝手等々ですね、ジムで実際に使ってるところをお見せできたらなと思います。ということで、ありがとうございました。ネクストサバイバルでした。